新聞縮札版。新聞縮札版は、主要新聞、産経新聞以外の全国紙、ブロック紙、地方紙の紙面の原版のサイズを縮小して、全ページを掲載する書籍やマイクロフィルム、CD r o m DVD の出版物のことを言う。一般に、新聞縮札版は、毎月1回発行され、主として、図書館等で閲覧することを目的に発行されている。 書籍では紙面を A4 サイズに縮小コピーし、それを毎月1ヶ月分まとめて掲載している。発行する新聞社や当日の紙面内容によってページ数は流動的である。記事が多ければ限界まで増えるし、そうでなければ全面広告面や企画広告面を含めても最低限に止まるが、長官32ページ、有刊16ページ、月31日とすれば、 実に1488ページ、時典一冊分に及ぶ。また全国紙のそれは、東京本社発行最終版を収録しているのが、通例となっており、地方版、テレビ番組欄も東京都心23区の版が掲載される。なお、中日系列の各地方誌である、東京新聞、北陸中日新聞、日刊県民福井は縮刷版を発行していないが、総本社である、 中日新聞が変わって、名古屋市内最終版の縮刷版を発行しており、関東、北陸地方の大型書店やそれぞれの取扱い新聞販売店で入手可能である。また、近年は、小スペース化を図る目的からマイクロフィルム、あるいはパソコンで簡単に記事検索ができるようにした CD r o m や DVD による縮刷版も発売されている。 CD ロムや DVD では相関当初、主要な新聞は明治、大正、昭和初期からの紙面そのものを PDF、ポータブルドキュメントフォーマットなどを用いて、高画質で再現、復元できるように仕入るのもあり、これらは必要に応じて、プリントアウトもできる。また新聞社によっては、誕生日など指定日の新聞の祝冊コピー発行サービスがあり、 その場合は、一般的に当日の朝刊の一面、テレビ、ラジオ面がセットになるのが多い。ただし新聞休刊日の場合はその日の夕刊。ただし1月2日分は夕刊もないので3日朝刊を提供する。また特に昭和初期など時代により一面が全面広告になっていたり、番組表が存在しない場合には、社会面を代わりとする新聞もある。 これらのサービスは原則として有料だが、朝日新聞大阪本社の場合、毎年4月5月頃に、お誕生日、新聞プレゼントキャンペーンが行われる。ヤエスブックセンター、東京本店には、朝日の常設販売機があって一面と社会面、いずれかが選べる。大きな事件や出来事が発生した際に、その事件や出来事に関する記事のある主要なページを、抜粋。 もしくは全ページ掲載した新聞縮札版が発行されることもある。以下は例。最初の新聞縮札版は1919年、大正8年に東京朝日新聞が発行した大正8年7月号、8月15日付発行。ただし実際の発行日は8月26日である。本紙発行後にある程度の採算を目指して、 定期的に一定部数を発行するという形での縮冊版の発行は当時世界的に見ても類例のないものであった。発案者は東京朝日新聞調査部長の杉村祖人館でもともとは新聞のバックナンバーの保存、管理をしやすくするために思いついたものである。ヒントになったのは発行事件の後半に際し大阪朝日新聞を写真制覇による アミハン印刷で菊板に縮刷したものが証拠物件として提出されたことであったという。菊板では字が小さくなりすぎるため、石板印刷で菊売板、元のブランケット半紙面の約4分の1のサイズに縮刷したものを作成することにし、当初は社内用に勝負数作るつもりでいったところ、3000部以上売れれば採算が取れることが分かり、一般への販売を行うことになった。 1921年、大正10年2月に、有刊が創刊され、ページ数が増えたため、再三を取ることが困難となり、再編集して、ページ数を減らすことで対応したが、1926年、大正15年12月以後は、発行紙面通り縮冊版に戻されている。なお、大阪朝日新聞も1928年、昭和3年1月分、 2月発行から東京朝日新聞とは別に祝冊版の発行を始めたが、1940年9月の東西統合後、1941年昭和16年12月に廃刊となった。原則として、語色、語法、表現上の問題などがあった場合でも、紙面の編集、加工などはせず、原版をそのまま掲載しており、また、 訂正記事もそのまま載せているが、例外も存在する。1943年1月1日付、朝日新聞に掲載された中野聖号の戦時最小論は、東条秀樹首相を批判した内容として掲載後に記事差し止めとなったため、祝削版には収録されていない。当時の取締りでは、どの記事が差し止めになったかということ自体も、報道できなかったため、祝削版では、 梅草として、実際の1月1日付紙面には掲載されなかった記事が掲載されている。1950年9月27日、朝日新聞長官の伊藤正氏会見報道事件と言われる、鉄造報道問題の箇所は、同年10月に発売された、縮刷版で、お断りここに掲載された、伊藤正氏の会見記は、事実無根と判明ししたので全文削除しましたとして、 当該記事の掲載を削除している。1989年4月20日、朝日新聞有刊に掲載された写真記事、写し89、地球は何色で、後に記事捏造事件という大問題にまで発展した3を汚した、KY って誰だの記事については、上記の伊藤会見捏造事件と異なりそのまま掲載されているが、当該記事著乱外に、 お断り写し89、地球は何色の写真については、本社の取材に、過ちがありました。お詫びを5月16日付と、同20日付の長官一面に掲載していますとの、謝罪文が掲載されている。同様の例として3億円別件逮捕事件の関連記事について、国立国会図書館においても、関係者の人権留意して利用する。 用閲覧者に向けた注意書きが添付されている。マイクロフィルム、光ディスク、CD r o m DVD r o m 版へ移行した新聞を含む。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。